感感染及び感染び性、関節炎の治療薬免疫系関連の炎症性疾患での有用性が期待されている。ホスホジエステラーゼ4、プド4の選択的阻害作用と関節リウマチの滑膜細胞からの TNF、α の生成を抑制する。傾向で投与される。アプレミラストは、米国食品医薬品局から2014年に、 成人の活動性感染性関節炎及び重症人常性感染に対し承認を受けた。アプレミラストはメトトレキサートと同様に経口投与される。日本、欧州ではこの薬は妊婦には近忌である。マウスと猿を用いた高容量アプレミラスト投与で流産や 他の妊娠異常が観察されているからである。米国では利益がリスクを上回る場合投与とされている。一般に見られる軽症から中等症の副作用は頭痛、腰痛、吐き気、下痢、疲労、上気道感染症である。その他の副作用、シトクロム P450 酵素を強く誘導する薬剤と併用するとアプレミラストの効果が減弱する。 シトクロム P450 酵素を誘導するリファンピシン、フェノバルビタール、カルバマゼピンは、フェニトイン、西洋とギリソウは、併用が推奨されない。アプレミラスとは低分子のプド4阻害剤である。プド4は、環状アデノシン1リン酸にナトリウムを分解する、酵素である。炎症性細胞では、プド4が主要な酵素である。細胞内でのキャンプを増加させることにより、 炎症因子である、主要エ S 因子ァインターロイキン -17、インターロイキン -23 などを抑制し、抗炎症作用のあるインターロイキン -10 は、促進させる。これらの作用は、まだ明らかではない。アプレミラストは、消化管療法に吸収され、食事の影響を受けない。最高血症濃度は摂取後2.5時間である。 プラズマのタンパク質の結合は68%であった。肝臓で代謝される。主にサイプ 3A4 であるが、一部サイプ 1A2、サイプ 2A6 でも代謝される。主要代謝産物は、オーデスメチルアプレミラストグルクロニドである。半減期は6から9時間である。腎臓と粉経由で、主に代謝物として排泄される。3%は未代謝のままで。 多くが尿へ7%だけが粉中へ排泄される。アプレミラストは二る意味の誘導体である。白色、炭鉱色で、非吸湿性である。粉末は、広い範囲の pH で、水や干渉液に溶解しない。使用性溶媒であるアセトン、アセトニトリル、ブタノン、ジクロロメタン、テトラヒドロフランには溶解する。セルジーン社は、結晶形態7つの A。 B, C, D, E, F, G のうち結晶 B が無水状態では熱力学的に安定したものと報告している。しかし、ユートファルムは無水結晶2は結晶 B よりも熱力学的に安定だと報告している。お手面は米国で処方されているが、特定のネットワークの薬局でしか処方されない。 一年間の治療に必要な推定卸し売り価格は22,500ドルである。オーストリアのすべての薬局で処方を受けることができ、年間治療費用は健康保険を用いて1万1000ユーロである。2017年、日本でも処方開始された。ありがとうございます。